最後に人間環境系のデザインの世界ということで、今のような人間と環境との関係をですね、関係性をデザインしていくっていうのがすごく大事で、物をいっぱい作ってきた時代から自然との共生や人間相互の絆を大切にする持続可能な社会を作るっていうのが21世紀の非常に大きなテーマで、今のような業績をもとにして人間環境系をデザインしていくということを今考えています。実際にですね、どういうことかっていうと、ポイントはね、まあ2つだけ、いろいろありますけど2つだけ言います。今まで物だけ作ってきたんだけれども、物相互の関係とか物と人間の関係、物と環境との関係性をデザインするっていうのがこれからすごく大事で、街並み景観なんかはその典型になります。そういうのが大事で、私は今は要素のデザインから関係のデザインへという言い方をしています。景観デザインその典型で、実は機械工学の分野でもプロダクトファミリーという言葉がすごく今流行っていて、例えばトヨタ自動車でも1個の自動車を1個1個やるんじゃなくて、その会社の全部のプロダクトファミリーを考えて、シャーシーはここまでは共通にしてということにすると部品数がすごく減るんですよ。そしてそのメーカーの個性が出せてコスト安くなる、そういうのをプロダクトファミリーのデザインって呼んでる。だから街並みもプロダクトっていう住居のデザインじゃなくて、プロダクトファミリーのデザインをするということがすごく大事でね、まあ、そういうことが今各分野ですごく注目されてる。もう一つは先ほど言ったようにフィードバックをしていくという、馬車のこの素晴らしい形なんかも時代をかけて少しずつ変えていくことによって、こんな素晴らしい形ができる。バイオリンの形なんて誰が作ったんですかね。誰か箱やって音を出したんだけど、それが少しずつ形を変えて素晴らしい音色ができるようにしたわけですよ。でそういう人類が類として作り上げてきたクリエーションっていうのがあるわけで、それを考えると我々は作るだけじゃなくて、使ってる時も次のヒントになる作ることがいっぱい入ってるわけですから、作ることから育てることへっていう、景観なんて本当に誰か一人が作れない、前の世代が作ってくれたものを受け取って次の世代に渡していくわけでしょ。でそれは育てるっていう行為ではないかということで、作ることから育てることへっていうのを日本学術会議の提言に入れたんですよ。そしたら吉川博之さんがおられるところで農学部の先生が手を挙げてですね、大変面白いと、育てるっていうのは面白いと、で我々は水と肥料やるんですけど建築は何やるんですかって言われて、いや別に水も肥料もあげないけど手入れをするんですって言ったんですけれども、各分野の人がこういう考え方に今非常に賛同していただいて、要素のデザインから関係のデザインで、ね、システムが拡大する、作ることから育てることへでプロセスが拡大していく、こういうその新しいですね、育てるデザインっていうものを考えていく。だから建築を作るって言わない、建築を作るんですよ。だけどそれを人間環境系の中に入れると R1 から R2 へ K が変わるんですよ。これをデザインだと考えると、ここに右のあるものを撤去しても左に行って向こうに大文字が見えたらそれもデザインなんですよ。だから作るだけではなくて、撤去しても何もしなくても実はデザインかもしれないっていうね、それは単体からシステムにデザインの対象を拡大してるからなんです。そういうデザインをすることを求められてる時代になってるということだと思うんですね。で、そういうことを踏まえてうちの研究室ではプラクティスをやっていて、卒業設計で優秀賞を取ってくれたのがいくつかここに並べてますけど、これなんかも淀川水系小学校群っていって、川上から川下までずっと水でつながっている小学校群っていうのを考えて賞をいただいたものもあります。これも京都の都心街区をデザインし直す、これも武田ご一緒をもらったものですね。それからそういう考え方を京都大学のデザインイノベーション拠点でデザインしようということで、 KRP に日建設計さんがやられた KRP の800平米のフロアを借りてですね、リーディング大学院でここでイノベーションを作り出す拠点をデザインしてくれっていうので、うちの研究室で担当してですね、デザインをしました。でここのフレキシブルスペースっていうところで、ここでね、グループで一人で物を作るんじゃなくて集団で一緒になって物を作る環境がすごく大事なんですよ。これから
21世紀型スキルっていうのは他者と共に対応してクリエーションを作り出していくという能力だから、それを養うためのワークショップやるスペース、それから一つこもってですね、自分で考えていくスペース、これ中世の中庭と総員のスタイルで、ケーブ&コート方式っていう空間になっているわけです。でそれをこうずっと長い廊下を歩きながら辺りが見えるような形でみんながお互いに見合えるような空間を作っていくっていうのがポイントで、これデザインスクールっていうのは社会のシステムやアーキテクチャをデザインするということですので、復興デザインするのに建物だけでは復興できない、産業も作り病院も作りいろんなものを一緒に作らないと復興デザインできませんので、そういう社会のシステムやアーキテクチャをデザインできる人材を作るのがデザインスクールの目的で、それをトレーニングする場所を作るっていうのがこのデザインで、これを私たちが研究室で引き受けてこういう空間を作ったわけです。これは産学共同ができるような空間ですね。でデザインファープのラボも作りました。それから修徳学区でも修徳の町のこういう外区の模型なんかを作っていたんですが、この外区の模型を作った時に洛央小学校の方から、ここがそうなんですね、この洛央小学校のところで、これ5つのいくつかの小学校を統廃合してますので、狭くてですね、一つの狭いところに建ててるので実は運動場がないんですよ。 あるんだけどこれビルの2階なんですよ。だけども京都ではものすごく力を入れて素晴らしい校舎をここに建て上げたんですね。そのコミュニティと市の総力を結集して、洛央小学校というのを作った、地下1階4階建ての校舎なんですが、その1階の部分に図書室があってですね、ちょっと暗くてなんかこんな感じの空間になっていて、それを地域の寄付を受けてですね、ブックワールドにしようということで、どんな場所にするか、いろんなことができる場所を小学生と一緒に、正規の総合的学習の時間を使ってやりました。でみんなのアイデアをこういう形で作って、それからそのアイデアを統合して10分の1の模型を作った。10分の1の模型が大事なんですよ。中に入れるからガリバーになったり中に入ったりできるんですね。で後で知ったんですけど、ドイツでやってるのが10分の1だそうです。でそれでこれで未来宇宙の物語の未来宇宙の図書館っていうのを一つ作って、暮らし住まいのリビングの家にいるような感覚で本読めるところを作って、自然原っぱで野原でのっ転がって本読みたいっていう子どもの意見入れて、野原自然原っぱのような風景を作って、これを10分の1で3つ作ってですね、持って行って自分のお気に入りのところでワークショー注文つけるっていうね、この女の子なんか何枚ポストイット握ってるんでしょうねすごい勢いでやって、で最終的に実物で寸法もですね全部座ってもらってやるということで、こういうプランができて、これ野原ですよ、これ湖ですよ、でこれロケットが飛んでいてですね、これ木のところがリビングですよ、こういう3つの世界が一緒になっているような世界を作る。今日は来ていただいているパワープレイスや内田陽子さんにも大変なご尽力をいただいて、こういうその8メートル ×4 メートルのスクリーンの中でワークショップができる空間を作るっていう、これテントウムシテーブル、これうちの研究室のオリジナルなんですが、子どもがテーブルにテントウムシの絵を描いてる椅子を描いてたんで、それうちの研究室の学生がテーブルにして穴のところを黒くしたんですよ。これテントウムシテーブルっていうことで、今日も京都市長の門川さんお見えですけども、この間テントウムシテーブルの穴に入っていただけたそうでありがとうございます。でこれ先生方に最初に遊ばせたら、先生方も、穴の中に入って遊んでいるわけですね。これだけではまずいんで私もちょっと入ってみましたけどでこれ子どもたちにね、見晴らしの効く場所に座って、で下にこもって電気つけられるようにしたらですね、やっぱりこもったり見晴らしのいい場所大好きなんですね。こういう場所にみんな泊まって、でトンネル作ったんです、本箱に。そうすると子どもたちがここで陣地作って、これ1年生の子どもがですね遊んでいると。でこれ授業も今やっていて、これ今日も朝日新聞の高谷さんお見えですけども、関西版の夕刊のトップに上げていただいて、チチンプイプイにも出たりして結構話題になったもので、これ新建築の2010年の6月号の関東の記事を書かせていただきました。
で、最後にですね、あと5分ぐらい、5分までで、これ実はキッズデザイン賞っていうものの経済産業大臣賞を去年受賞することができました。でその時に5分以内でビデオを作るっていうのがあったんで、あと5分我慢してください。その時に作ったビデオを見ていただくと、今のプロジェクトとか人間環境系のデザインで私が考えてきたことっていうのがお分かりいただけるのではないかと思います。京都市の中心部に位置する京都市立洛王小学校。この小学校の玄関を入ってすぐのところにブックワールドがあります。約8ヶ月にわたるデザインプロセスを通して2014年の3月に新しいブックワールドが完成しました。93名の子どもたちが描いた世界をもとにしてデザインされたこのブックワールドには、子どもたちが生み出したたくさんのアイデアが詰まっています。そして子どもたちだけでなく、小学校の先生方、地域の人たち、京都大学問題研究室など、さまざまな主体がこのデザインプロセスに深く関わってきました。その結果、人々に愛され、完成後もさまざまな活動の場となる洛王小学校のシンボルとしてのブックワールドの姿を見ることができるようになったのです。それではこのデザインプロセスと現在のブックワールドの姿をご覧いただきたいと思います。
ちょっと時間超過して申し訳ございませんが、以上が40年にわたる私の軌跡のアウトラインでございます。で、これからいろいろな卒業論文とか修士論文とかたくさんの蓄積がございますので、私のこれからの仕事としてはそれを社会の中に発信をしていくということだろうというふうに思っております。こうして最終講義にたどり着くことができたのも、ここにご参集いただいた方々をはじめ多くの方々のお力添えの賜物と感謝しております。本日はご清聴どうもありがとうございました。